あたくしが守るわ。うん、ここでキアナたちを待とうかな。というわけで作戦は失敗したわ。キアナの行方もわからないまま、唯一の収穫がこの子を保護したこと。あまり自分を責める必要はないよ、テレサさん。リタからは無事逃げられたし、人型ロボットも連れて帰れた。まだ希望はある。リタのやつ、相変わらず危険なやつね。人畜無害そうに見えて、実際は背筋も凍るような目つきで背後から狙ってくるんだもの。はあ？またあのイキスカない女が出てきたの？今度私の前に出てきたら縛り上げてやる。そんでもって銀の弾丸に詰め込んで発射よ発射。テスラ博士、仕事中に大声を出さないでくれ。それよりも人型ロボットを検査したところ、データが完全にフォーマットされていた。今は全機能を停止して休眠してる。今からデータの復元を試してみるよ。キアナの手がかりがあるかもしれない。フォーマットの影響で量子計算エンジンのデータは消去されたけど、彼女には生身の脳が部分的に残っている。記憶を呼び起こす形で彼女自身の脳から過去にインプットしたデータを思い出してもらう。ただそのためには新しい人格システムを構築しないといけないかもしれない。それと彼女の脳の量子計算エンジンは驚異的な演算能力を持っている。これはネゲントロピーのものとも天命のものとも完全に異なる理論で構築されていた。これがヨルムンガーノの力なのか。ヨルムンガンド？確か天命の記録では崩壊エネルギーを利用した奇妙な武器を作る秘密組織ってなってたけど、ここ数年は表舞台に出ていないわね。噂によるとヨルムンガンドは人体改造の研究をしていたらしいわ。人類の進化が長らく停滞しているから新しい変革を起こして人と崩壊の共存を実現させるんだって。この子を見るとただの噂じゃなかったのね。
明の司教以外にこんなイカれたやつ見たことないわ。僕の目の前にいるけど、人体実験はしていないみたいだけど。ちょっとツングースカのことはただの失敗よ。反省はしているわ。またダメだ。データの消去が徹底的だね。アプローチを変えないと。テレサさん、ハイペリオンの処理システムでやってみたいんだけど。こっち見ないでよね。私の可愛いブローニャ、無事で何よりだわ。他の面々も久しぶりね。調子はどうかしら。おかげさまで、なんとかやっているよ。空の律者が降臨して世界が崩壊していく中、ネゲントロピーの一員としては手をこまねいている場合でないと思ってね。カカリアさん、回りくどい言い方はやめよう。
あなたたちが世界中を飛び回って空の律者を探していることは知っている。けど天命が常に先手を取ってきているんでしょ。まあネゲントロピーが所有する資源は限られているから、天命についていくのがやっとなのも仕方のないことよ。ましてや優勢を取るなんて雲をもつかむ話。私の軍人としての経験から、このままだと待っているのは敗北だけよ。それでキアナを諦めろって言うつもり？いや、諦めろとは言わないわ。天命の力の及ばない場所で体勢を立て直して別の戦。面白い計画だけど、天命が素直にその手に乗るかしら。空の律者を見つけることは彼の計画の一環に過ぎないかもしれない。最近私の部隊がたびたび天命の襲撃を受けているわ。彼らの行動から推測するに、オットーが欲しいのは4つの律者コアの1つ、デザイアジェム。幸いデザイアジェムはまだ彼の手に落ちていないわ。散らばった4つの律者コアを回収し、空の律者の力を全盛期まで戻そうとしているんでしょう。空の律者の復活だけでは奴の狂った野望は満たせないようね。だからどこにいるのかわからない律者を探すより、私を手伝ってデザイアジェムを一緒に移送しない？オットーの野心に必要なパズルのピースをこちらで1枚握っておく方が簡単でしょ。アカリアさん、それは我々の助力を求めるということか。協力と言ってほしいわ、アインシュタイン博士。信用されていないのは分かっている。だがいつかはネゲントロピーへの忠誠を証明してみせるわ。テレサさんとは過去に立場が違っていても、今はオットーという共通の敵がいる。疑念は一旦置いて、共にオットーに対抗しようじゃない。分かった、合流座標は。太平洋西部、北緯11度20分9秒、東経142度11分5秒。そこで待っているわ。海炎城にいるのか。おい、カカリアさん。海炎城って？僕たちネゲントロピーが秘密裏に使用していた海底要塞だ。ついにあそこまで天命に見つかってしまうのか。オットーは王を派遣してダッシュするつもり。
きっとだろう。通信はジャミング。天球士で天命に殺されたはずよ。まさか死んだのは影武者？死は生きた命。生きることは死にゆくこと。どうか驚かないでくれ。蛇は死に屈服しない生き物。先日はあの小娘に邪魔されてしまったが、取引は取引。地獄にいようと。契約はきちんと果たす。契約だって？情報ももらってないし、おまけに天命まで引き寄せて散々だったわよ。すまないが、天命がどう動くかは私の知るところではない。情報については、もうそちらに渡っているのでは？人型ロボットは、もうフォーマットされてるわ。勝手に人型ロボットを連れ帰ったのは君たちの方だ。情報はすでにそちらの手にある。箱の開け方はそちらで探すことだな。取引は成立している。だから、報酬はいただくよ。人型ロボットの量子エンジンが急に起動した。そんなはずは。まずい。人型ロボットを使ってこの戦艦をハッキングしている。このままだとハイペリオンのコントロールが奪われてしまう。今すぐシステムと人型ロボットのリンクを切って。手遅れだ。プログラムがインストールされている。武器システム停止。索敵システム停止。緊急着陸。やられた。船内の全区域が封鎖された。学園長、哨戒からの目視情報です。正体不明の機械化部隊が接近中とのこと。ハイペリオンの甲板に着陸しようとしています。ハイヘビ、一体何を報酬としてもらう気だ？なんであれ、相手の思うようにはさせないわ。アインシュタイン博士、ハイペリオンのコントロールの奪還はあなたとブローニャに任せるわ。
任せてくれ。ブローニャ。他は私と一緒に艦内各所の敵を迎え撃つわよ。ハイヘビのお手並みを拝見させてもらおうじゃない。まったくもう、ご飯を用意する時間がなくなるわ。メインシステムのコントロールを取られたなら迂回して操作してみよう。アインズ、ハイピリオンに接続。ブローニャ、今回の相手はただのハッカーじゃない。ハイペリオンの虚数空間に接続してサポートしてくれ。はい、ブローニャにお任せください。神経接続端子の接続を確認しました。同期を開始します。大人の仕事を邪魔してはいけない。ブローニャ在地。どうしてブローニャの名前を。君はずっと蛇の目に見られている。私は君の全てを知っている。今日はエイプリルフールではありません。笑えない冗談は嫌いです。ハイペリオンから出て行ってください。
君は自分が誰に盾ついているのか分かっていないようだ。我々が重ねた年月も力も君には想像もつかないだろう。命などただのデータだと人類が知る前から蛇は我々に示していたのだな。我々からすれば世界も流動するデータの集まりに過ぎない。君の記憶も同じだよ。信じられないかい？では証明してあげよう。班長と一緒に今回の任務は簡単でしたね。次の任務に行きましょう。ブローニャ、作戦地点に到着。執行命令なし。ブローニャ、警戒モードに移行。聖フレイヤ学園。君が自分の家と思っていた場所だ。なのに、君のせいで泣いている。君のせいで燃えている。本当に幻覚だと思うかい？君の記憶を読み取って君の恐怖にささやきかけているんだ。君とテレサが天命を裏切った。その報復として天命は学園を壊す。聖フレイヤ学園が廃墟と化し、罪のない生徒たちの血が流れる。これは君の中に確かに存在する恐怖だ。現実よりもまだ見ぬ恐怖の方が人を狂わせる。本当にブローニャの心が読めるのですか？無条件射殺許可確認。目標捕捉。知れています。ブローニャは生まれた時から恐怖と隣り合わせでした。ブローニャにとって恐怖とは付
き合いの長い友のようなものです。強気なお嬢さんだ。まあいい、私の仕事が終わるまでもう少し遊んであげるよ。地形を観察中。目標捕捉。ファイヤー。目標捕捉。ファイヤー。目標捕捉。エクスプロージョン。目標捕捉。ファイヤー。無双モード。ファイヤー、ファイヤー、射撃開始。ファイヤー、目標捕捉。ファイヤー、レスキュー戦術。ファイヤー、目標捕捉。ファイヤー、ニュージーランド第四律師。この記憶ならどうだね。君と同い年で、同じように崩壊エネルギーにより両足の自由を奪われた子、ウェンリーの暴走と死は君に深い悲しみを残した。君の記憶の中にいる最も大切な人と似ているから。同じ人だから。そう、君の母親カカリアによって。おや、お疲れかね。いい子だ。横になって幼い頃に過ごした君の本当の故郷に帰ろう。高命令なし。ブローニャ、任務完了。待機モードに移行。学園長、2つの敵部隊がすでに着艦しているようです。まもなく C4 エリアに侵入します。テスラさん、襲ってくるヨルムンガンドの機械部隊ですが、ネゲントロピーの機構と似ていませんか？認めたくないけどその通りね。気圧システムも合金装甲も連発追尾ミサイルも、まるで私の頭から設計図を盗んだみたいにそっくりよ。というか色以外全く一緒じゃない。ライセンス料をもらった覚えないんだけど。どこでタイタンの設計図を手に入れたのよ。
園長、甲板とブリッジの撤去を殲滅しました。テレサ、メイ、武器を持ってメインエンジン室に行きましょう。ムーンライトスローンのエンジン？そうよ。ネゲントロピーは崩壊を終結させる方法をずっと研究していたわ。ムーンライトスローンのエンジンがその産物よ。今回ハイペリオンに積んで初めて実戦に用いたの。効果のほどはあなたたちも見たでしょ。空の律者と対峙した時、エンジンを利用した点火ビームで空の律者を閉じ込めることに成功してる。彼女の体内の崩壊エネルギーを他のエネルギーに転換してね。でも結局は。そうね、エンジンの点火率が全然足りなかったわ。それを解決するには膨大な技術支援がいるのよ。だから私たちは世界範囲で人材を求めたわ。第二次崩壊後、ネゲントロピーは多くの工業グループを吸収したの。ミコヤン設計局もその一つよ。ただ組織を拡張していく過程で正体不明な勢力が潜り込んできたの。それはつまりヨルムンガンドがネゲントロピーの内部に潜り込んだってことかしら。答えは火を見るよりも明らかでしょ。この気候部隊を見なさい。まるっきり同じものじゃない。かなりの規模で技術が漏洩してる。ネゲントロピーは気づかなかったの？私とアインシュタインは疑ったことがあったけど、怪しい奴が多すぎたの。カカリアとかね。けど証拠がなかった。説明すると長くなるから後でゆっくり話すわ。今はまずエンジン室の掃除よ。掃除完了。着艦した部隊の数も大したことないじゃない。
私たちみんな勘違いしてたかも。ハイヘビが欲しいのはエンジンじゃなくて。せっ、どんな困難が待っていても乗り越えてみせる。ブローニャ、作戦地点に到着。雪が降ってる。ここは君の故郷。第二次崩壊で破壊されたシベリアだ。ブローニャ、覚えているかい？ブローニャはここを覚えています。シベリアで君は無垢な幼子から残酷な少女兵になった。ゼーレ、孤児院のみんな。思い出したかい？君に施した実験の数々。X 点計画。大切な蝶々を奪われたこと。思い出せない？それとも思い出したくないのかな？ブローニャの感情中枢は塔の昔に壊れています。ブローニャは苦しみなど感じません。感情は脳からしか生まれないわけじゃない。魂の奥深くに刻まれ、忘れることのできない感情もある。味わうのだ、記憶の報復を。無力執行命令なし。ブッファイア、目標捕捉。ブッファイア、射撃開始。目標捕捉。ブッファイア、目標捕捉。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 無条件射殺。ファイヤー。第59目標捕捉。ファイヤー。目標捕捉。ファイヤー。目標捕捉。ファイヤー。人間様が言っている。ボイドエクスプロージョン。
ライデンブレード。これはみんなまやかし。ブローニャ、まだ過去に囚われているのかい？エビが君を抱きしめてあげるよ。君を苦しみから解放する。君は X-10 計画を生き抜いた選ばれた子だ。次々と失敗していく中、君だけが生き残る。漁師の海の恵みをも受け取った。君には蛇の目の中にいるべきだ。蛇の子にふさわしいのだ。嫌です。ブローニャは拒絶します。無理するのはやめた方がいい。君の心の奥に苦しみは存在している。次の任務に行きましょう。地点に到着。目標捕捉。ファイヤー。目標捕捉。イエーイ。ファイヤー。目標捕捉。ファイヤー。目標捕捉。ファイヤー。目標捕捉。イエーイ。ファイヤー。ファイヤー。目標捕捉。ファイヤー。面倒なことになった。君に時間を費やしたのは失敗だった。だが問題ない。この作戦では些細な勝利も勝利だ。何より欲しかったものは見つかった。さようならだ。永遠に幻覚の迷宮でさまようがいい。院長、なぜここにいるのですか？あなたは一体。私がどういう存在かは私自身もよくわかりません。確かなことは
私はあなたが知る不可ではないということ。彼女があなたの記憶に残した痕跡に過ぎません。私は第八の神の鍵、都政の羽が残した一片の羽、彼女のあなたを守りたいという心に呼応して現れたものです。さあ、ここを抜けて前に進んでください、ブローニャさん。いつかまた会える日が来るでしょうから。敵全員沈黙、これより帰還。ブローニャ、作戦地点に到着。ここはどこ？悪いけど、僕は開煙の目の実験に賛成できない。これについてはもう何回も討論を重ねた。準備もした。いざ実験になるとなぜおじけづく、アイン。アインシュタイン博士、ブローニャの声が聞こえますか、博士？成功の確率を疑っているわけじゃない。あのオットーが漁師の海と呼んだあの空間が怖いんだ。開煙の目がそこに通じているということ以外、僕たちは何一つ把握していない。だから実験するんだ。臆病は科学者が持つべき美徳じゃないよ。考えなしにも程がある。綿密な計測もなしに
直接実験を敢行するのは率直に言って焦りすぎだよ、明秀。焦り、そうだな。2000年の災害から今まで我々はずっと探していた永久的に崩壊を終結させる方法を。あの地獄を味わった人間はみんな未来に恐怖を感じている。けど幸運なことに我々はこの都市を見つけた。開演の目は我々の計画にもう一つの可能性を示してくれた。崩壊を永久に終結させる可能性を。わかった、始めよう、ベルト。記録コード ABS63320。 実験内容、ムーンライトスローンベータの起動、開演の目中心へのエネルギー照射、空間のフィードバックのテスト。崩壊獣実験体を投下、エンジン起動、点火の用意。これはハイペリオンのデータベースではありません。もしやアインシュタイン博士の実験記録。無条件射殺許可確認、目標捕捉。えぇ、ファイヤー。目標捕捉、ファイルドエクスプロージョン。ライデンブレード、実験体制圧完了。点火カウントダウン、5 4 3 2 1。エネルギーを開演の目の空間の隙間へ注入。ステータス全て正常。博士、エネルギーの出力を上げましょう。時空極率の数値がおかしい。何かが開演の目から出てくる。アイン、エネルギー照射を停止しろ。エンジンを停止した。空間の湾曲がすでに肉眼で確認できる。各位、開演の目に近づくな。繰り返す、あの入り口に近づくな。ダメだ、空間構造の揺れがひどくなる一方だ。悪い、アイ、俺が。ベルト、くそ、なんで忠告を聞かないんだ。
緒にいるとどんな困難が待っていても乗り越えてみせる。ブローニャ、作戦地点に到着。やっと終わったか。肝炎の命へのエネルギー照射実験が空間構造の崩落を引き起こすとは予想外だ。ベルトが重力を操作して空間の湾曲を中和したようだけど、実験は失敗だ。僕はどうやら漁師の海の中、その時空の狭間に吸い込まれたようだ。前回の実験で探索した空間とは景色がかなり違う。重力異常を起こした影響で多くの巨大岩盤が空中に浮かんでいる。漁師の海の複雑性がさらに証明されたな。よし、機能の自己検査完了。祈祷用の時空アンカー固定システムも正常だ。ベルト、聞こえるか？応答してくれ。これがあなたの計画か。このような方法で崩壊が終結すると。座標補足、待ってて。艦長、次の目標座標、目標補足。ファイヤして認めるわけにはいかない。これは救いなどではない。ベルト、
は簡単でしたね。次の任務に行きましょう。戦地点に到着。目標捕捉。ファイヤを聞くべきだった。自分が犯した過ちは自分で償わなければいけない。メジュ、一緒に離脱しよう。ダメだ。あなたの理性に従って行動しろ。俺をいさめる時のように。座標に到達。時空アンカーを起動しますか？ベルト。アイ、何があっても前に進め。ハイヘビが去った。ハイペリオンへの侵入もやんだ。ただシステムに何をしたのかはまだわからない。一時的にハイペリオンのメインシステムとネゲントロピーのデータベースを封鎖して損害を確認しないと。アインシュタイン博士、ブローニャはハイヘビの侵入に抵抗していた時、過去の記録を見ました。
海縁の目。それと漁師の海とは何ですか？ハイヘビの探し物はネゲントロピーのデータベースにある研究記録にありました。1年前、ネゲントロピーは漁師の海で一体何を発見したのですか？分かった。1年前の実験の顛末を話そう。でもその前に係屋が送ってきた救援座標に向かおう。全てはあの海底にいる全文明起源の遺跡都市海炎城にまつわることだ。そこで名手ベルトが待っている。ハンチェンと一緒にいるとどんな困難が待っていても乗り越えてみせる。